美しさ全開。氷川ワキヨシ黒のスリーブ姿が綺麗。47歳誕生日会に人気タレント集結。歌手の氷川ワキヨシが7日付で自身のインスタグラムを更新。6日に47歳の誕生日を迎えたことを報告した。写真、奇跡の47歳。クロノースリーブの氷川ワキヨが美しすぎる。 誕生日当日に大好きな親友にお祝いしていただきました、と綴り、すらりとした左腕があらわになった黒のノースリーブ姿を披露し、加藤茶の妻でタレントの加藤あやなや彦コマロラと仲睦まじいショットを公開。彦に、あやなちゃん、シャオちゃん、あやちゃん、直竹さん、ケンちゃん、やっちゃん、つっちー春江ちゃん、ありがとう。みんな信頼してるホッとするファミリー。 と友人らに感謝した。氷川はは2023年から休養を発表していたが、先月にデビュー25周年記念ツアーの初日公演を行い、1年8ヶ月ぶりに歌手活動を再開した。氷川清キヨシ、47歳の誕生日にひこまろ。加藤綾なら友人に囲まれ、笑顔ノースリーブで二の腕すらり、大美しいの声。歌手の氷川清さんがこのほど、 自身のインスタグラムを更新。9月6日に47歳の誕生日を迎えた氷川さんは、友人たちに祝福され笑顔の写真を投稿した。写真特集、氷川清がショーパンかけるシースルー衣装でシャウト。氷川さんは、誕生日当日に大好きな親友にお祝いしていただきました。とタレントの彦コマさんや加藤茶さんの妻。 加藤綾菜さんらと記念撮影したフォトを公開。ヒコに、綾菜ちゃん、シャオちゃん、綾ちゃん、ナオタケさん、ケンちゃん、やっちゃん、ツッチー、春江ちゃん、ありがとう、みんな信頼してるホッとするファミリー、と綴った。黒のノースリーブ姿でスラリとした二の腕を見せており、SNS では、お美しい、などの声が上がった。メグロレン、海の始まり。 夏と弥生、有村霞にかけられた回の呪いを解く救世主は角の、池松壮介最終回で夏と弥生をつなぐ、重要シーンで見せた伏線。スノーマン・メグロレン27主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第10話が、9月9日に放送される。2日放送の第9話では、主人公夏、 メグロの言動に批判の声が相次いだ。同ドラマは、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか。様々な形の親とこのつながりを通して描く家族の物語。ついに、恋人の弥生、有村霞すみ31が夏の元を去ってしまったが、どのような結末を迎えるのだろうか。第9話は、ショッピングモールに3人で行き、 海、泉谷、聖奈、七、をナグモに送った帰り道、夏は、やよいに海とのことをどうしたいのかと問う。返事を濁すやよいに、夏は、海と三人で一緒にいるとき、やよいが辛そうに見えると話す。やよいが愛想笑いでごまかそうとすると、夏は、別れたい、と切り出した。やよいは別れないというが、その後、夏と海と三人で過ごすことを避けるようになる。 後日、夏は弥生を待ち伏せ、彼女の部屋へ。夏は、弥生が海の母親になってくれたら嬉しいと語ると、そうなったら楽だと思った。一人で親になるの、不安だったから。辛そうなの、少し前から感じてたけど、無視した、と、本音を明かしたが、という展開。結果、弥生は別れることを選択。その引き金になったのは、海の母。 夏の元恋人の水木、古川琴音27からの手紙だった。そこには、どちらを選択しても、それはあなたの幸せのためです。海と夏くんの幸せと同じぐらい、あなたの幸せを願っています、とあり、かつて、水木が出産することの背中を押した、弥生が病院のノートに記した言葉と同じだった。X 旧ツイッター上で批判の声が多かったのは、夏の言葉と水気の手紙だが、子育ては甘くない。やりたきゃできるというものでもない。おそらく、家族がそれぞれに夏くんのこの決意を支えることになる。でも、そのうち自分だけが辛くなっちゃいそうな気がする、などと、夏が一人で海を育てることを決意したことにも疑問の声は多い。 視聴者に指摘されるまでもなく、子育て経験のない夏、目黒のワンオペ育児は、いずれ破綻するだろう。会のためにという思いにこだわりすぎて、育児の現実が見えていないのに、父になろうと暴走している夏。このままでは不幸な結末しか予想できない。果たして救済はあるのだろうかもしあるとすれば、最後でやよい、あと夏が復縁し、 二人で海を育てるという流れだろう。そもそも物語のテーマに、いつどのように母になるのか、とある。これは弥生のことを言っていると思われるため、このまま弥生がフェードアウトするとは考えにくい。しかし、弥生が、やっぱり私は、月岡くんと二人でいたかった、と本音を明かしているように、海がいるからこそ弥生は別れを決めたのであり、 そうすんなりと元に戻れるとは思えないだろう。弥生の、そして夏の考えを変えるには、誰かのアクションが必要になる。その人物は津の池松宗介34だ。今のところ、距離を保ちつつも、弥生の気持ちを一番わかっている。さらに、水気古川の子育てを全面的にサポートしていた彼は、海のことを理解しながらも、 水気がなくなったことで外野となり、他者として客観的に判断できる。ベストな落としどころを見つけられる唯一の存在だ。また、9話の水気が夏と弥生への手紙を書いた回想シーンで、水気がもし、夏や弥生と会うことがあったら、仲良くしてくださいね、と頼むと、角は、やだ。なんか、やだ、と、困惑した様子で応じていた。 これは今後、夏と弥生をバックアップする役に回るという伏線なのでは第10話の予告では、夏が電話越しに転向することを切り出すと、海は、やだ、と即答。ママいなくなって、いろんなこと変わったのにまだ海が変えなきゃダメなのなんで、という海に、夏が何も言えなくなるという胸が痛くなるシーンが。 現状では地獄のような展開だが、誰もが幸せになれる最後に期待したい。ドラマライター山川、これ以上、苦しむ夏を見たくない。